マシュマロじゃないもん、マシュマロだもん。はい、どうもマシュマロです。さあ、今回はですね、前回紹介したブイズのスマホケースのリメイクセット、あのデザインを制作した制作者さんが新たに制作をしたブイズのパーカーやドレスになります。でですね、今ここ見ていただくと分かるんですが、この透過されている白樺の前デザイン、これよく見るとちょっと影のあたりがね、まだ私できてないんですが、これは私が制作したものになります。こういう感じでね、遠目で見て分かると思うんですが、家へ続く道とか、あとはね、こっちへ行くとあるんだけど、この階段をのちょっと話しかけられた、ちょっと待ってね。今日はマロスケちゃんにサプライズがあるんだよ。じゃーん、これ受け取って。帽子だ、学生帽だよ。もし気に入らなかったら捨てちゃってもいいからね。いや、捨てられないよね。ありがとう。じゃあちょっと早速帽子変えようか。学生帽、学生帽、なんかこの格好にどうなのって感じだけど、まあ仕方ない。今日はこれでお送りいたします。で、この階段を登った先のこの道とかにもね、使ってるんですが、まあパッと見ね、パッと見おしゃれに見えると思うので、よかったらね、公開するので使ってみてください。で、今回の主役はこの前デザインではありません。皆さんに紹介したいのはですね、このスマホケースブイズなんですけど、これと同じようにエイブルシスターズで見れます。前回はね、スマホケースのリメイクということでそちらの方をご紹介したんですが、今回はね、服ということで一つずつご紹介いたします。お、新たにスマホケースの方もね、これ透過されてるピカチュウのスマホケースで、これがジラーチですね。なんか増えてますね。よかったら皆さん使ってみてください。今回はこちらになりますね。こちらの方です。まずイーブイの方から紹介していこうかなと思います。イーブイのセーターになります。これからの季節、ちょっと夏場ということで合わないんじゃないかと思う方もいると思うんですが、わかるかな、この感じ。デザインでこのモコモコ感を出すのはすごい至難の技だと思うんだよね。可愛いんだよ、これが。住民が着ると可愛いので、よければね、みんなも着てみてください。まずは EV ですね。EV のダウンロードコードは右下になります。そして次、シャワーズのパーカーになりますね。フードの部分もしっかりとデザインされてて、すごいよね、首周りがね、ある感じするよね。これも可愛いし、爽やかな色合いなので使ってみてください。このシャワーズのパーカーのコードは右下になります。そしてブースターです。ブースターのセーターですね。ブースターね、炎タイプだからセーターにぴったしなんじゃないかな。ポカポカとした感じがイメージされますね。ブースターのセーターのコードも右下にあります。そしてサンダースのパーカーですね。黄色と黒と白でいい感じに、かっこいい感じですよね。サンダースのパーカーのコードも右下にあります。そしてエーフィーのパーカーです。いや、いいな、この感じ。ピンクと紫とおしゃれな感じしますね。モード感がある感じ。エーフィーのパーカーのコードも右下です。これ結構おすすめなんですけど、ブラッキーのパーカー、もう黒だから普段使いにもいいんですけど、それがブラッキーっていうのがね、かっこいいんですよ。このブラッキーのパーカーね、ぜひ皆さん着てみてください。袖のあたりかっこいいよね、黒と黄色でね、よくある感じね。ブラッキーのコードも右下にあります。これはね、爽やかに着れるんじゃないでしょうか。リーフィアのパーカーです。かわいいね、あの葉っぱの部分がね、首元に緑が入ってくることになるので、すごくおしゃれに見えるんじゃないでしょうか。リーフィアのパーカーのコードは右下です。そしてグレイシアの、これは半袖ワンピースになりますね。夏場いいと思うよ、涼しげな感じでね。グレイシアの半袖ワンピースのコードは右下です。
そしてニンフィアの半袖ワンピースです。これもピンクでね、可愛らしいメルヘンな感じがしますけど、半袖ワンピースということで、これからの季節いいんじゃないでしょうか。ニンフィアの半袖ワンピースのコードも右下にあります。そしてね、もしこのデザインすべて欲しいな、使いたいなと思う方は、今現在画面の左下に出ているナルミンさんのコードを入れると制作者 ID になりますので、すべてのマイデザインを確認することができます。その中からね、好きなものを選んで保存する、そして上書き保存をすれば使えるようになるので、皆さんね、よかったらこのマイデザインを使用してみてください。私もお着替えしようかな。私スマホもグレイシャーだから、グレイシャーの半袖ワンピースを保存します。はい、どうでしょうか。グレイシアの半袖ワンピース、裾のところ見てください。しっかりとねデザインされてるんだよ。わかるかな、この縫い目の部分も服っぽくできてるんだよね。縫い目が見えるでしょ、噴水が。ほら、縫い目が。こういうデザインの仕方がすごく私はナルミンさんのデザインのすごいところで好きなところですね。でほら見て、スマホとお揃い、可愛すぎませんか。みんなもぜひお揃いにしてみてください。ということで本日の動画はですね、この辺で終わりたいと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。